鍋っこを食った殿様は、これはなんとうまい料理だ。これ、その方、この鍋は何と申す？と、ひこりがたさ聞いてきたぞ。ひこりは、大名行列の担保より、どこ見つけていったぞ。これは、担保という料理ダンス。それどこ切って、鍋っこさへ出るので、切り、担保鍋という名前っこダンス。それからこの鍋っこは、きりたんぽ鍋と呼ばれるようになったと。トッピンパラリのプー。こちら最後はめでたい。